はい、今回はですね、社外品のブレーキディスクについてですねちょっと話してみようと思うんですけども、ブレーキディスクって分かります？こういう、ディスクっていうとこう円盤のことを指すんです。これすげえ埃だな。めっちゃ円盤のことを指すんですけども、これがですね前輪とか後輪にこうついてて、両脇からブレーキシューでこう挟む、パッドで挟むことによって回転を止めるというものなんですね。それがブレーキディスクというものなんですけども、これすごいなんですけど、いろんな社外品が、いろんなって言っていいのか分かんないけど、おい拭いてありがとう。多少のいろんな種類が出てます。はい、でカスタムにおいてですねブレーキディスクローターっていうんですけども、これ純正品ですね。はい、これ純正のものなんですけど、これをですね、こう丸いのじゃなくてこういろんな形のものにこう変えてみるっていう、そういうカスタムがあります。で、おおむねなんですけど社外品のディスクっていうのは純正より高いものが多いです。はい、しかし一部のディスクは純正品と同じぐらいの金額、もしくはそれよりもだいぶですね安価にできているものがあるんですね。はい、で、そうしたものをですね、使ってしまうと仕込んだどうなってしまうかっていうことなんですけども、ブレーキディスク、もちろんブレーキなんで非常にこう信頼性の高い部品でないとなりません。だからきちんとした円盤状をしないといけない。でも、安価なものを使ってしまうとブレーキっていうのは、非常にこう負荷がかかる部品です。はい、力もかかるし熱も加わる。でそれがですねこういうふうに歪んじゃうとかねじれてしまう、はい、歪んでしまう、こうなってしまうと非常にまずい。もちろん何かしらのこう当たったとかそういうことによってこう曲がる歪むっていうのはあると思うんですけども、あんまりですね安いディスクの場合だと熱で変形してしまうっていうことが確認されてます。はい、でこれ実を言うと僕の古い友人が昔ですねなったことを見たことがあるんですよ。でそれからしばらく、10年ぐらいして忘れてたんですけども、最近私自分のバイクで社外品のディスクを使ってみたらですね変な音がするんですよ。500キロぐらい走るとパキ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 って言ってくるんですね。でなんだろうなと思いつつ、でそれを買ったところに、新品で買ったんで、大体1枚1万5、6千だったかな、ちょっと思い出せないですけども、そんなもんですよ。で買ったんで、販売店の方に言ってみたらですね、新品で無償交換してくれたんですね。でそれ変えてみたら、それ綺麗に直ってでまた走ってたんですけども、そしたらまた500キロぐらいでパキ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 言い出すんですよ。でなんだろうなと、で見てみたところ、ディスクの表面にですねもうよく見ないとわからないぐらい、髪の毛の太さよりもう少し細いかなぐらいの線がこうピュッ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 って入ってるんですよ。これ何かっていうと亀裂なんですね。で内部の方まで行ってるかわかんないんですけども、おそらくそのブレーキディスクのブレードっていうのがですね、ディスクローターの外側ですね、これ純正ディスクですけども、純正のディスクでいうところのここです。ここっていうのは非常に硬い鉄でできています。で鉄っていうのは非常にこういろんな性質を兼ね備えることができるんですね。で2本とも鉄でできております。要は高負荷、大きな強度に負荷に耐える強度を持っており、なおかついろんな温度変化に対して強くないといけない。要は鉄金属っていうのは温度が上がれば膨張します、温度が下がれば縮む。はい、で、ブレーキをかけた際に表面の温度が一気にバーッと上がるんですね。はい、そうすると膨張します、冷えると収縮します。そうした膨張収縮に対してきちんと対応できる金属を使っていないディスクブレーキ、ブレーキディスクローターっていうのはその変形に耐えられずにひび割れてしまうんですよ。はい、で、世の中で売ってるブレーキディスクローター、社外品特にです。で純正品はそういうことはないです。はい、
まず間違いなくないです、はい、社外品に関してはそうした温度変化や変形に耐えられないものが結構あるんですよ。はい、結構あります。はい、でどのブランドどのメーカーかっていうところまでは言えないんです。はい、そこまではちょっと言えないんですけども、まあ価格が 純正のものはだいたい2万2000円とか2万5000円とかなんですけども、まあ、定価ですけどね。で定価ベースで言ってそれよりも若干安いぐらいの、ちょっと変わった形をしているディスクブレーキローターとかになってくると、多分温度変化で温度がわーって上昇すると鉄ってどうなるかっていうとですね、まあ焼きが入っちゃうんですよ。焼きが入るってどういうことか、高い温度から急冷さす、急冷って急に冷やすとですね、鉄っていうのは硬くなるんですね。はい、鉄っていうのは硬くなるんです。熱い状態から急冷すると硬くなるんです。はい、皆さんの鉄はいつ硬くなりますか。はい、まあ、今ちょっと寝てるだろうと思ったので下ネタ挟んだんですけど、はい、硬くなるんですよ。で硬くなった時に負荷がかかるとこう曲げられるとパキパキってこう卵の殻みたいにひびが入るっていうのはちょっとわかると思うんですよ。これがスプリングみたいに柔らかい金属ですね。であれがこう負荷がかかったとしてもまたビョンって戻るだけだなっていうのもわかると思います。はい、でその中間の性質を全て その温度帯域で使用温度帯域でこう持ってないといけない、まあ、そういう厳しい条件のもとでできているからこそブレーキディスクっていうのはある程度金額が張るんですね。はい、だから僕本当言うとそのものズバリの話がしたいのですが、ちょっと立場上というかですね、その販売店の対応が非常に良かったんですよ。メーカーさんの代理店かな、分かんないですけども、非常にこう対応素晴らしかったん で、あまりそのものそのものをですね、こう否定してこうどうのこうの言うっていうのはちょっと嫌なんですよ。だから一定の基準として皆さんに、言いたいんですけども、もしブレーキディスクローターを交換されたい場合で、これもしも割れてバキバキバキっといってしまったらその点命に関わるので、もしブレーキディスクローターをきちんと交換しようと思ったらサンスター一択ですサンスターを選んでください。はい、あと純正指定のものを選んでください。サンスター以外何かあったのかな。ブレーキディスクローターは他にあるのかな。アファムとかザムとかって言ったらあれはスプロケットだもんな。まあサンスターを選んでおけば問題ないと思います。はい、もしくは純正部品で注文したものをお使いになるのがまあまあよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで僕はねもうこの経験で、純正指定のもの純正品もしくはサンスター、まあ、サンスターが純正なんですけどもね、それ以外のものをちょっと使うのはまあやめようかなと。ウェブのやつとかかっこよくて好きなんですけど、まあこういう形のものもこういう形をしているものの方が熱による変形であちこちに応力がかかるっていうのはみんなわかると思うんですよ。で内部歪みを高めていってですね、熱によるその変形やその素性じゃない材料のですね、硬さの変化なんかで、まあ、変形しちゃうのかなっていうのはちょっとは分かるんですけど、 なるとは思わなかった。はい、なんで、まあつまんない、まあ、円形つまんないんですけど、まあサンスターでいけばいいかななんていうふうに考えています。はい、というわけで、はい、皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いでございます。はい、ホワイトベースの二宮翔平でした。ありがとうございます。